ディズニーどうでした？何乗りました？ディズニーはね、タワーオブテラーとか乗ったよ。いろいろ乗ったんだな。乗ったんだなってなんだ。いろいろ乗った。タートルトークとかも見たし、あとご飯をめちゃくちゃ食べたし、どっちかっていうと僕はその楽しかったなと思ったのが、最初になんかみんなでお揃いの被り物を買って、みんなで被ってうろうろしたりして、新エリア行った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 。楽しかったよ。なんかね、制限がされてんのかな、入場制限がされてて、だからその制限されてる分、入ったら入ったら別にそんなめちゃくちゃ混んでるわけじゃないみたいな感じで、すごかった。まだ行ってない人はちょっとあれだけど、あの広い広いし、ディズニーランドってやっぱすごいんだなって。本気出すとこんな、なんかどこから見てもこうさ、その世界観というかさ、余計なことに意識を割かれないというか、ディズニーの世界に浸れるような感じだったよ。設計がすごかった。楽しかった。広かったよ。あ、わかんない、僕の感覚で広かっただけかもしれない。見バレしましたか？見バレっていうとちょっとあれだけど、あの見つかったよ。見つかったって見つかったってあれだけどさ、あの声はかけていただいてよ、応援してますみたいな。でも僕は嬉しいけどね、かけてもらうこと自体は。うん、しかもなんかなんだろう、僕がちょっとこう、ちょっとみんなの中でこう一番後ろ歩いてる時とかに声かけてくれて、こんにちはって、ありがとうございますって言った。ナンパされなかったの？ナンパはされないわ。ナンパってされたことないな。サカタンじゃないんだからな。サカタンはモテモテだからな。ナンパってされるもんなんですか？ナンパって男の人がナンパする側なんじゃないんですか？そんな人生でされるもんなんですか？僕人生で初めて見ましたよ、サカタンが逆ナンされてるところ。あのエピソード面白い。いや面白いよ。まあ彼はね、結構ね可愛い顔してて、あの 見るからにこう性格の良さそうな顔をしてて、まあ顔も結構かっこいいんで、多分モテるんですよ。多分ね、まあ、男性的に見ても割とモテそうだなと思う。マフマフは、いや僕はね、あれだよ、実際さ、髪のさ白くてさ、まあ、白いっていうか銀っぽくてさ、めちゃくちゃでかい、背がめちゃめちゃでかい人がいてさ、怖くない？服もやばいし、ヒラヒラしてるし、なかなか声かけんのもあれだと思う。マスクしてるしね。個性的ではあるよね。そうだね。でもいいんだそれで。僕は別にモテるモテないとかじゃなくて、我が道を行く。僕は僕の着たい服を着て、僕のやりたい格好をするんだ。それでいいんだ。たとえこの格好とか髪色とかが一切受け入れられない世の中になっても、ずっと同じような格好してると思う。それでいいでしょ。いやいやいや、言うてもでもね、あの6人のメンバーは個性的な人たちが多くてね、エリア赤エリア氏星人とかもいるからさ、赤エリア氏星人、いや彼の髪型も特徴的でしょ。いやキヨね、いつもさ、キヨがさディズニー行くときさ、だいたいそう、キヨってめっちゃおしゃれなんだよ、服が。でおしゃれだからさ、僕と全然逆な感じの服を着てるんだよね。でなんかちょっとこう、下のパンツの中に上のこう服をこう入れて、でショルダーとかもこう合わさっておしゃれみたいな、こうコーディネートをしてたりするのよ。で結構かっこいいんだけど、僕はさ全部の服を上から下にバーってダランって出してさ、ひらひらみたいな服じゃん。だからキヨが服をシャツをこうパンツの中に入れてると、あ、キヨ、あのシャツパンツの中入ってるよって、出さなきゃって、なんか変だよそれ、なんかズボン上の方に上がりすぎだよって、出しなっていじってるわ。みんなおしゃれだからな、あのメンバーは。ちなみに僕だけ先に帰りました。ちょっとね、実はですね、あの日も、まあ遠足の前の日じゃないけどさ、すごい楽しみだったからさ、寝れなくて、めちゃくちゃ朝早くから起きてさ、行ってさ、ほとんど寝てない状態で行って、でも途中でもうさ、僕足は靴ずれは起こすわ、もう足ガクガクで、もうなんか歩けんみたいになっちゃって、もう具合悪いみたいな、もう無理ってなって、でもうアマちゃんとかいるからさ、めっちゃ元気でさ、もうあっち行こうあっち行こうみたいな感じになるじゃん。僕ついていけなくて、もう歩いてて、どんどん僕が歩くペースが遅れてついていけなくなっちゃって、やばいと思って、僕そろそろ帰るわって。先に帰らせてもらうわ。でももうみんなも慣れたもんでさ、僕が先に帰ることに関して何の疑問も持たないから、あーじゃあ送ってくよって言って送ってってくれた。僕いつもそうだから、みんなと遊んでいつも先に帰るから。